ITTF ワールドツアーグランドファイナルは ITTF が主催する世界各地で開催される卓球の国際オープン大会である ITTF ワールドツアーの年間最終戦として1996年に始まった各種目ごとにワールドツアースタンディングの上位者によって選出された選手で年間王者を決定する1996年に ITTF プロツアーの 最終戦として開催され、2012年に ITTF ワールドツアーに改名された時に ITTF ワールドツアーグランドファイナルと解消したワールドツアースタンディングの上位者によって争われる大会である。出場資格を得られるのは以下の条件を満たした各種目のワールドツアースタンディング上位者と開催協会枠による出場者である。2005年から2016年までは U21 シングルスが開催されていた。2018年からは混合ダブルスが開催される予定。参加人数は以下の通りである。ただし、ワールドツアースタンディング上位者による出場枠の中に開催協会の選手が含まれている。場合には開催協会枠はなくなり、ワールドツアースタンディングで時点の選手が出場資格を得る。 国際卓球連盟の動画配信サイトイット部とレオラ 1TBE を通じて一部の試合を無料でインターネット配信されている。日本ではテレビ東京、BS ジャパン、J スポーツが独自の解説、実況で録画放送している。グランドファイナルはダゾーンでも独自の解説、実況で放送している。ありがとうございます。